ヒカキンさんは好感度を下げないようにはされてますよね、多分。まあでもヒカキンさんもデリヘル呼んだりしてますからね。おお、でもなんかそれを公に言わないんだったらなんかちょっと違う気がするのかな。だからヒカキンさんがデリヘル呼んだのが流出した時に別のユーチューバーのなんか三股問題が話題になってて、はい、そのユーチューバーで三股とかしないでデリヘル呼んでるヒカキン正しいみたいな。っていうので、なぜか流出したのに評価が上がったんですよ。だからファンを食うとかじゃなくて、で、ちゃんとデリヘルに敬語で LINE で送ってるんですよ。だから、あ、この人いい人だみたいなので、ね、評価上がっちゃうっていう。だすごい不思議な人ですよね。デリヘル呼ぶのとファン食うのじゃデリヘルの方がいいんですね。多分やっぱファン、なんかその行為につけ込んでるみたいなのが見え隠れするのが良くないんじゃないですか。でやっぱデリヘルちゃんとお金払ってるから。でもなんかファンが落としたお金を、全然ファンじゃない人の財布に行くわけじゃないですか。だったらファンに還元するようにファンに手出した方が俺フェアだと思うんですよ、シンプルに。でも多分私も選んでになって選ばれたファン選ばれなかったファンの多分敵対が生まれるんですけど。ああなるほど、まあ、そこまで考えてデリヘル呼んでるか分かんないですよ。はい、いや絶対ファンに手出した方がなんか俺は嬉しいですね。あ、そうですか。でもカズレーザーさんファン手出します？全然出さないです。なんか俺出したいようなファンに会ったことないというか。あ、もうあのファンですって来るやつはみんな微量っていう。いや俺はその俺はやっぱ本当にそのこだわりが強いんで、別にその手を出したいようなファンに今まであんま出会ったことがないな。確かに。あのひろゆき好きって言ってるやつ大体性格悪いっていうのと一緒で。そらそらそうでしょ。本そのトップの人格を真似するんですよみんな。はいはい、そらそら。親見て子は育つんだから、そらそうでしょうよ。そう。昔タオパイパイというお店で手錠をかけられるワクワクしていたらギャルじゃなくて100キロの巨漢のおばあさんが出てきてひどい目に遭いました。地雷店かどうかの見分け方を教えてください。はい、もうこのタオパイパイというお店でどこの店か知ってる自分が嫌なんですけど。わかるんだ。はい、これ多分北海道の札幌のすすきののお店だと思うんですけどもね。へえ、僕も同じお店で、うん、あの辛いことがあったんで。ほう、はい、もちろんわかりますけどね。はい、行ったことあります、僕。店の名前で選ぶの、タオパイパイは。いや、違うんですよ。その、リスナーの人がおすすめして。ああ、ここいいぞと。はい、その当時全然そういう性風俗の店全然詳しくなかったんで、ここ行った方がいいよっていうので、このタオパイパイさんというお店に僕行ったんですけど、行って、その最初に疲れた女の子がリスナーの方で何もできなかったっていう。あ、でもじゃあ100キロの人が出てきたわけじゃないんだ。はい、わけじゃないです。だパターンは違うんですけど、ちょっと思い出しました、この。でもリスナーだとできない。違う、その場で別にできないわけじゃないですよ。お金払ってるわけですから。むしろなんかさっきじゃないですか、性癖じゃないですけど、知ってる者同士とかそういう風になればまたより興奮してくると思うんですけど、その場でお母さんに電話かけられたんですよ。え？どういうこと？あのお母さんもファンなんでちょっと話してもらえませんかって言って、のりちゃんと話したい。そのお時間中に電話されて、つって丸々の母ですみたいな。ほう。今日は娘をよろしくお願いします。よろしく。そっからだってもうできないじゃないですか。そしたらだってもうよろしくお願いしますってことじゃないでしょって話で。でごめんなさいね、お母様電話してくれてありがとうございます。じゃあちょっと服脱いでって言われて、脱げるかいう話になって。え、じゃあ時間の間何してたんですか？雑談。もう普通に買えます。なんかもうはあ、なんかスカイプ凸みたいな感じになっちゃって8000円払いましたけどね。まあむしろじゃあタオパイパイさん100キロじゃない人も一応いると。そう、僕の時は本当にすごいお綺麗な方だったんですよ、リスナーの方も。あ、もったいない。はい、なのでこの100キロの巨漢っていうのは僕は今現状は知らないですけど、当時はね、もう10年ぐらい前なんですけど、その当時は本当に有料店だったと思うんですよ。お二人はゲームセンター行きますか？何やりますか？あ、もう全然行かなくなりましたね。フランスってゲーセンあるんですか？アーケードで。一応おもちゃ屋の下になんかゲームセンターっぽくなってるのが何箇所かありますね。ただもうすげえレアですね。あんまお客さんいないし。もうほとんどアーケード行かないんですけど、昔のゲーム機の筐体が今ちょっと一個すげえ欲しいなって探してるんですけど、手に入んないんですよね。あ、筐体高いっすよね。昔筐体結構買ってて、あの、まあ、なんだ、あの基板買ってた時期あって、コンパルトも買ってたんですけど、はいはいはい、ちょっとがっつり筐体1個欲しいなって。昔あのコナミが出してたビスバシスペシャルっていうなんか、うん、ミニゲームばっか入ってるゲームがあったんですよ。へえ、はいはいはい。それプレステ版とか出てるんですけど、ちょっとそれの昔のゲーセンのちょっと筐体が欲しくて探してるんですけど、手に入んないんですよね。へえ、なんか外国人がめっちゃ買ってるって話聞きますね、筐体。その、まあ、日本のゲームが好き、面白いっていうのもあって、で、はいはいはい、彼ら超金持ってる人が、もうオークションに出るためにバンバン買っちゃうから、もう最初から海外向けになっちゃってて、出たらもうすぐ買われてなくなるみたいなので。なるほど。
あれだ、あの、マイケル・ジャクソンとかそうでしたもんね。めちゃめちゃ高い。あ、そうなんです。で、その、ゲームをする筐体なんだけど、故障するのが分かってるから、はい、同じ型が出ると、部品取り用でもうとりあえず買っちゃうみたいな。なるほど。で、倉庫に積んでるみたいな。あの、自販機とかと一緒ですね。なんか、ラーメン作る自販機とか、もう、物がないから、売りに出されると全部すぐ買われちゃうという。あ、そういう意味で、もう、エミュレーターの時代になっちゃうのかなと思うんですけど。でも、M には手出さるんですか？僕、めっちゃ M 派なんですけど。いや、やっぱね、筐体でやりたいのと、だから、あの中学の時、一回、あのプレステの基板抜いて、まあ、コントローラー基板抜いて、うん、コントローラーとかあのゲーセンのやつはフルサイズで作ったりしてたんですけど、うん、今更、今作った方が面白いかもしれないですね。作ろうかな、ビシバシスペシャルって。あ、それ作った方が愛着も湧くんじゃないですか。多分、部品とかレバーとかの単位でいけば、多分まだ買えると思うんで。ボタン自体は、あの、あれと一緒なんですよ。ポップミュージックのボタンと一緒なんで、普通に、あ、市販で売ってるから、あれを9個揃えるだけで、うん、そうか、型取ってちょっと作りたいですね。ただもう、ゲーム本体の方がないんですよね。プレス版じゃなくて、やっぱ実際の基板の、筐体の基板の。はい。はい、でも、カズレーザーさんが探してって言ったら、持ってる人とか出てくるんじゃないですか。ちょっとマジで欲しいですね。売ってほしいですね。おお。あ、そんなに面白いんだ。そう言われると興味出てくるわ。いや、こんだけ押してるんですけど、そんなに面白くないですよ。あ、そういえば前回の放送の時に、はい、週末のワルキューレを、おすすめされたわけですよ、カズレーザーさんに。で、僕は終わってるアニメ、漫画が好きって言って、はい、週末のマルキューレ終わってますよって言われて、それ第一部、第一部勘じゃないですか。そう、そう、アニメ版そうです、アニメそうです。え、終わってないじゃん、続きってすごい気になって、はい、僕としてはもやもやしたままなんですけど。いや、一応でもね、ファーストシーズン終わってるから、まとめては見られたじゃないですか。いや、だから、あの、このペースで最後までいかないっしょと思ったら、まあ、案の定第一部かんって、うわぁ。え、ちょっとあれ、アニメ版も続く体なんですよね。アニメ続くんですか？まあ、原作があんだけめちゃくちゃ人気なんで、多分続く。あ、原作は一応か、終わってるんですか？いや、原作まだまだ全然です。あ、でも、すいません、あの、終わってるのをちょっとちゃんと教えてもらってもいいですか？いや、だから言ったじゃん。ラブレスは言ったじゃん、ラブレス。あ、ラブレスです。次回ラブレスにします。ラブレスそうですよ。了解です。はい。面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。